出身の、ということで、あゆみ、くりか、まき、それぞれね、100質をやったじゃないですか。それで、一番多く答えられた人が、まきとあゆみだったですね。99点。くーちゃん、何点やった？ 97? 反省するんだよな。今日はなんと、くーちゃんの罰ゲーム会を取り行いたいと思います！すごくね、悩んだよね。やっぱこの時代さ、ソーシャルディスタンスが必要やん。ほんまはくーちゃんの顔に落書きをしたかったわけ。したいね、ほんまは。でもできない。どうしようって考えた時に、サイト見てたよね、こうやってバーッと書いて。おもろいもんあるやんと思って。これをくーちゃんにやってもらおうと思って、とあるものを持ってきました。怖いです。発表したいと思います。はい、こちらだ！ダースベイダー。よっ！ダースベイダーのフェイスパー。フェイスパー。結構高級やから、多分罰ゲームやけど腹はプルプルなんだと思う。はい、ということでね。でもやっぱちょっと考えたね、単なるさ、パックだけする動画って言ってもなんか思んないやん。この方誰か分かる？ダースベイダー。そう、なんでくーちゃんにはこの動画中ずっとダースベイダーになってもらいます。ダースベイダーはどういう言葉を言う？ひほーつこつこーひほーつこーこー違う。こう。これでも、ちょっと出てほしかったな。でも、絶対出てよ。あ、じゃあ、いつもお世話になっているスタッフの方を一人連れてきます、ここに。それで、挨拶をしてください。やばいやつ、状態で。こうやって。マジで、真顔で。真顔で。え、マジか、いい。めっちゃおもろい。あ、それおもろいや。そうしよう、そうしよう。ちょうどいいや。くーちゃんがこういうこと絶対せえへんや。ダンスベイダーになったことある？ないよ。ないやろ。人生やったの？顔をぜひみんなに見てもらおうと思うんで、やってもらいたいと思います。残るのめっちゃ嫌や。ちょっとあの、私はたくさん見てきます。いい人がいました。顔はやっぱ NG やと思うから。カラオケの人いないやろ。あ、ケンケンいけるかな。ちょっとあの撮ってくるわ。 OK かどうか。はい、ということで動画出演 OK いただきました。なんで普段絶対ね、公の場に出たくない方なんだけど、なんで出てくれるかって言った、私のプロモーション能力、これを言いました。あゆくんは YouTube 登録者数3500人いってます。それに救われた。それに、多分それ OK やと思う。ありがとう。はい、それではくーちゃんがダースベイダーになったかどうか確認したいと思います。せーの、くーちゃん。アップきついわこれ。思ったよりすごいしっくり。でもさ、意外にさ、ダースベイダー弱いね。クーちゃん感が強いな。あ、でもあの動画越しで見るとすげえ。あ、クーちゃんもこれからもダースベイダーやから、ダースベイダーなりきって、じゃあとある方に会っていただきたいな。はい、ということでスタッフさんを呼んでいきたいと思います。それではスタッフさん呼びます。ケンケン、お願いします。ここに座ってください。ケンちゃん、ケンちゃんはクーちゃんを見といてくださいね。いきます。3、2、1。しょこなんでクーちゃん戦う。あかん。しょこ。どういうこと？ケンにヨーダになってあげてください。ヨーダになった。しょこー。ダズメだよ。見たことないですからね。はい、ありがとうございます。ダースベイダーになったくーちゃんはどうでしたか？初めて見た感想。初めて見た感想。ダースベイダーくんはどうでしたか？いや、それ良かったですね。じゃあみんなけんちゃんにありがとう。はい、ということで100質コーナーでの罰ゲームの回ということで、くーちゃんがダースベイダーになってとある方と対面するっていう貴重なシーンをいただきました。くーちゃんめちゃくちゃ頑張ってくれると思います。はい、
い、ということでダースフェイダーフェイスパック買おうかなと思ってくださった方はグッドボタンそして今日一日シュコブンシュコブン言おうかなと思ってくれた方は高評価そしてコメントお願いします。じゃあくーちゃん最後に一言ダースフェイダーでお願いします。シュコブン。